1933年、伊達里子は昭和期の日本の女優。松竹蒲田に入社し、曲線美女優として売り出された。モボモガの時代を代表する日本の女優。松竹では、モダンガールの代名詞として、サイレントからトーキーに変革される日本映画霊名期から昭和30年代まで映画界にて活躍した。神奈川県横須賀市塩入りに生まれ、幼い頃に、 東京市赤坂区に移る。1923年に、氷川大小学校から文化学院中等部に入学。当時の文化学院には、華やかな校風があり、同期には、入江高子、夏川静江、また恩師には、よさの秋子がいた。文化学院時代から、女優志望だったが、1927年に卒業後は、阿佐ヶ谷でカフェを開いていた。 しかし1929年7月に松竹に入社し、曲線美女優としてデビューする。ダンスガールの悲哀では、川崎博子、結城一郎と共演。翌1930年、小津安二郎監督、高田実、川崎博子の出演する、ほがらかにあゆめ二助演。松竹鎌田にては、エロ神の音量と、ナンセンス喜劇のヒロインとして活躍した。 1931年には、小竹を代表する、モダンガール女優となり、準幹部に昇進した。1931年には、日本映画史のエポックメイキング、日本初の本格的陶器作品である、マダムと、女房新妻役の田中絹代に対抗する、モダンマダムに扮し、ジャズのレコードを鳴らして怒鳴り込んだ、劇作家を魅惑する美貌のマダムを演じた。その後、 小津安二郎監督のまた会う日まで等に助演した後、1932年に日活渦正に移り、山本果次郎監督の桃色の娘に出演。1934年に日活を退社し、舞台の世界へと転身。前進座で舞台生活をした後、1935年にフリーで女優に復帰した後、PCL の専属となる。戦時中から戦後まで。 東京都世田谷区の成城に居住。1951年、日系アメリカ人、小説家の田崎と結婚し、神奈川県の中央林間に転居。新東方、ちゃっかり夫人とうっかり夫人を最後に映画界を引退。その後離婚し、洗礼を受けカトリック教徒になる。洗礼名はマリア。1972年10月23日、肺がんのため港区白金台の、 東京大学医科学研究所附属病院にて死去。葬儀は神大崎の西安セルも目黒教会にて取り行われた。ありがとうございます。